皆さんおはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデラインオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞー。はい、英雄伝説空の奇跡 FC1 実況プレイのパート56やっていきたいと思います。前々回、グレンの塔の一件で、ティータをかばって敵の銃弾に撃たれてしまったアガットが、その銃弾にね、付与されていた神経毒の影響で、ちょっと危険な状態に陥ってしまいました。で、その神経毒全般に効く薬の材料ということで、ゼムリアゴケというアイテムを、この鍾乳洞に探しに来たところですね。はい。で、共和国からやってきた遊撃士、ジン・バセックに、協力をね、お願いしまして、一緒にね、アガットを助けるために行動していきたいと思います。俺の番だな。行くよ。体でけえし、壁役としては最高だな。僕の番だね。行くぞ。うわ、増えた。私の番ね。行きます。行くよ。行くぞ。私の番ね。とにかくペンギンだらけ。行くよ。特別強いとこではないんだけど、なんかすごい耐久力高いんだよね。入るもん。任せて。行きます。僕の番だね。またペンギン軍だ。私の番ね。行くよ。行きます。僕の番だね。行くぞ。任せて。行きます。どうしようかな。頑張らなくちゃ。行きます。やー！覚悟してください。ドキドキしちゃった2回言った。 G インパクト。いいね。ティータの攻撃は貴重な背景の攻撃だからさ、攻撃力をやっぱしっかり上げておきたいですよね。せっかくスロット開けたのに何もつけなかったっけか。つけなきゃ。とりあえず。アーツの範囲強化したところってな。ここないからな。これつけとこうかな。よし。鍾乳洞を利用して巻いてやったぜ。おっと、僕の番だね。俺の番だな。やれやれ。お、ついたかな。きれい。ほう、なかなかの景観じゃないか。ここが洞窟湖みたいだね。この辺りのどこかにゼムリアゴケが生えているはずだよ。オッケー、探してみましょう。あ、これか。あ、それってその光っているのがゼムリアゴケってやつか。こんなに綺麗な苔だとは思わなかったな。どうして光ってるのかしら。七葉石の成分が大量に含まれているのかもしれないね。早速採取して急いでツァイスに戻ろう。よし、任務完了。それじゃあ町に戻って教区長さんに届けようか。うん、そうしましょう。待て。え？あ、気をつけろ。お、何あれ。ふん、どうやらこの洞窟湖の主らしいな。これは戦うしかなさそうですね。行くよ。しゃ、とりあえず周りから蹴散らしたいよね。俺の番だな。実況変えると言いましょう。私の番ね。属性の弱点とかって火か。あんま効かないな。ビビって動けない。僕の番だね。俺の番だな。私の番ですね。そこです。いいね。僕の番だね。行くぞ。行くよ。行きます。ハーツ駆動。行くぞ。ではもらった。おい、流星着。私の番ね。使ってみようかな。これで決める。おい、いいダメージ。行くよ。行くぞ。私の番ですね。いきます。頑張らなくちゃ。いきます。やあ！覚悟してください。ドキドキしちゃった。ドキドキしちゃった。えい。びっくりした。かわいかったけど怖かった。なんとか撃退できたみたいだね。でももたもたしていたらまた襲ってくるかもしれない。とっとと町に戻った方が良さそうだ。確かさっき採集した苔を町の教会に持っていけばいいんだな。急ぎましょう。よし、じゃあ戻りましょう。自力で戻らにならんのか。あ、こっちじゃねえや。行くよ。俺の番だな。もらった。行きます。私の番ね。行くよ。俺の番だな。帰ろう。行くよ。外したー。僕の番だね。多いなあ、地味に。行くよ。俺の番だな。任せて。これが私。おっ、無理。行くよ。俺の番だな。行きます。私の番ね。で、一回教区長のところに行って薬を調合してもらえばいいんだよね。長さん、ゼムリアゴケ取ってきたよ。おお、本当かね。よくぞこんなに早く取ってくることができたものだ。これでお薬作れますか？ああ、もちろんだとも。奥で調合するから少し待っていてくれたまえ。万物の根源たる必要より性別されし青と金、ここにあり。万物の流転つかさどる女神の秘跡、浄化と活性の融合を成したまえ。これで完成だ。さあ、持っていくといい。これって飲み薬なの？ああ、内服薬だ。毒の成分を消すのではなく、患者の免疫力を飛躍的に高めて自然治癒を促すわけだな。東方の医術と通じるところがありますな。確か漢方だったか。同じ発想と言ってもいいだろう。さあ、急いでその薬を届けてやるといい。わかったわ。局長さん、ありがとうございます。よし、これがあればアガットを助けることができるはず。こんなに時間もかからなかったし、あの男のことだから手遅れなんてことにはならないでしょう。まあ、そもそもだってたら戦力4で登場しないしね。先生、お待たせ。どうだった？局長さんからお薬をもらってきました。本当？さすがはビクセン局長ね。なるほど、免疫力を活性化させる薬か。試してみる価値はありそうね。さてと、それじゃあ飲ませるわよ。エイドス様。でいいんだ。薬が効き始めたようだな。苦しかったり痛かったりするのは体の機能が復活した証拠だろう。その通りよ。これで神経毒による危険な昏睡状態からは脱したわ。そうなんだ。でもアガットさん苦しそう。まあ、丸一日くらいは苦しむことになるでしょうね。でも大丈夫。それを過ぎれば完治するはずよ。おかしいな。確かここにタオルの替えが。ちゃんがついている。もう怖くないからな。だからヒータは手で上がったニュースを確かめたと。先ほどよりも呼吸が安定して穏やかな音色が立っている。よかった。ミーシャって確かそう呼んでたよね。誰なのかな。わざわざすまんな。見送りなんぞさせちまって。このくらい当然よ。いろいろお世話になっちゃったし。ジンさんはこのまま定期船でオートに直行ですか？ああ、どうしても外せない用事があってな。そうでなければ俺も誘拐事件の調査に付き合わせてもらうんだが。すまんなお嬢ちゃん。とんでもないですよ。いろいろと助けてもらったし、本当にありがとうございました。そう言ってくれると助かるぜ。オート方面行き定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。おっと、そろそろ出発のようだな。それじゃあな。機会があったらまた会おうや。あ、うん。そういえばジンさんっていつまでリベールにいるの？はっきりとは分からんが女王生誕祭まではいると思うぞ。あ、だったらまた会えるかもしれないわね。その時はよろしくお願いします。ああ、こちらこそな。さてと、早速ギルドに行こうか。例の飛行艇のことについて何か分かったかもしれないし。うん、王国軍から情報が入ってるといいんだけど。あ、ティータはどうする？あのね、私アガットさんの看病をしようと思うの。まだ目を覚ましていないから、なんだか放っておけなくて。ティータ、分かった。博士のことは私たちに任せておいて。ごめんね、お姉ちゃんたちに迷惑ばっかりかけちゃって。もうこの子ってば、変な遠慮するんじゃないわよ。人って意識がなくても誰かがそばについているだけで安心できるものだからね。アガットさんのこと頼んだよ。本当にあの子ってば、けなげっていうかいじらしいよね。あんな不愛想な不良男なんかにそこまで優しくすることないのに。まあまあ思うんだけど、君とアガットさん割と性格が似てるんじゃないかな。はあ？あんな不愛想な男とどこが似てるっていうのよ。すぐに突っ走るところとかお人よしすぎるところとか。アガットさん言葉はきついけど相手を思いやってのことが多いからね。多分ティータもそれが分かっているんだと思う。なんか納得いかないけど、まあいいや。とりあえずギルドに行って話を聞きましょう。あいつが動けるようになるまでにいろいろ調べて自慢してやるんだから。うん、そうだね。よっしゃ。そしたらとりあえずギルドに向かわなければならないだけれども、まあ時間もいいところだってね。一旦この辺で一区切りにしておきましょうか。はい。さあでは、次回からまた、ラッセル博士の誘拐事件について調べていきたいと思います。では、幽伝説空の奇跡 FC 実況プレイパート56、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。